どうも、ショペです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということでお待たせいたしました。まあ、といってもこの動画を見てくれている人のどれぐらいの人が待ってくれていたのかっていうのはちょっとわからないわけなんですけども、はい、お待たせいたしました。今回は引っ越し後のルームツアーをですねやりたいと思います。もう引っ越ししてから正直10日ぐらいは立ってると思うんですけども、はい、やるやるいってなかなかやらなくてすいませんやりたいと思います。あ、ちなみにすいません、ここに出ているあの洗濯物をちょっと取り込めさせてもらいます。なんか今日噛む日だなはい、 OK です。でもこうやって動画を楽しみにしてくれてる人がいるってことは本当にありがたいことなんで、はい、その人たちの期待に応えるためにも今回ルームツアーをやりたいと思います。で、まあ、とはいってもですね、まだ完全に終わってはないんです。引っ越しをしてきて荷物をとりあえずガッチンコして、でそこから不要なものはこれかなこれかなみたいなこう精査をしていく段階になっていくんですけど、まだその2人の荷物を合わせたっていうだけです。なので今からこれから徐々にこう手放していく作業があるんですけども、とりあえずその棚という棚にぶっ込んだっていう段階ですね。引っ越し後にすぐにこうシンプルでおしゃれでミニマリズムってできるかなっていうふうに思ったら結構難しかったっていうのもちょっとリアルにお伝えしていこうと思います。まあ、ただこう仕事に今フォーカスできてるんで、まあ、それでいいっちゃいいんですけども、はい、じゃあ行きます。ちょっとちらっと見せるとこんな感じです。あー、恥ずかしい恥ずかしいこんな感じになってます。はい、なので正直棚の中は期待しないでください。というか今回ちょっと見せられないかなっていうふうに思います。あまりにもちょっとただただぶっ込んでるだけなんで、ここは何が入ってますよっていうのをちょっとお見せするだけでいいかなっていうふうに思いますんで、はい、よろしくお願いします。で、あとですね、あ、すいません、ちょっと前置きが長くなってしまうんですけども、なんで僕がこうミニマリズムをやっているかっていうことをちょっと簡単にシェアしておこうと思います。経緯ですね、それをシェアしておこうと思います。で、僕2015年の1月から起業しているんですけど、最初はもう全然結果が出なかったんです。で、そんな時にある社長さんから60リットルのゴミ袋を20袋分捨てたらいいものをプレゼントしてあげるよって言われたんです。で、僕その社長さんのこう近づきになりたかったんで、頑張ってこう捨てたっていうのが僕のその断捨離ミニマリズムの始まりだったんですね。不要なものだったり不要な情報だったりっていうのを手放していって、徐々に徐々に身軽になっていって、仕事にフォーカスできるようになって、その結果が出てって、で今があるっていう感じなんです。自分がその仕事に集中するため、やりたいことにフォーカスをするための環境づくりっていう感じで今、ミニマルなライフスタイルを送ってます。先ほども言ったように、まだ2人の荷物をガッチャンってして、とりあえず棚にぶっ込んだっていう段階なので、なんかこう棚の中何にもないんじゃないかとか、すごいすっきりしてるんじゃないか、綺麗でおしゃれでシンプルな感じできてるんだろうかっていうふうに、まあ、期待していただけると思うんですけども、ただその棚の中はものすごい汚いですよっていうことはちょっと先にお伝えしていこうと思います。はい、まずこちらが寝室スペースと仕事スペースです。どういうことかっていうと、夜になるとこうやってお布団を敷き始めます。で、朝になったら布団をぶっ込んでいくという感じですね。で、日中はここで仕事をカタカタってやってる感じです。この洋室部分は 5.8 畳ですね。はい、5.8 畳です。まあ、正直僕が住んでいた物件が6畳ワンルームだったんで、正直まあここで十分もう僕一人だったら住めちゃうっていう感じですね。ここが仕事場になっていて、こんな感じになっています。で、このパキラちゃんが今2本あるんですけど、この1本がですねちょっと枯れ始めちゃっているので、いや、ちょっと外に出してたら直射日光当てすぎちゃって多分枯れちゃったと思うんですけど、土入れ替えたら元気になってくれると思うんで、ちょっとやってみたいと思います。で、ここがですね、先ほど使用していた洗濯物スペースです。これはですね、ニトリさんで、いくらだったか2000とか3000いくらで買ったと思います。これ結構便利なアイテムです。こうやって端っこ伸ばせますし、使わなくなったらこうやって畳んで、こうやって端っこの方に置
いていけるのですごい小スペースなんです。で、外に干さないんですかっていうふうに、まあ、疑問が飛んでくると思うんですけども、まあ、外に干してもいいんですけど、今こうやってせっかくスペースがあるわけなので、まあ、ここで干しちゃおうっていうことですね。で、これをすることで、まあ、僕もその彼女もこう外に出たり仕事のために外に出たりするんで、まあ、そういう時にこう部屋干しができているとすごい楽だなという感じでここに置いてます。で、ここは先ほどお伝えした棚ですね。ちなみに中がですね、本当に適当でして、まあ、こう、うわーっと、はい、なっちゃってます。ここの下の部分ですね。このカラーボックスだったり、奥に見える机の部分、パーツっていうのは、これは今、粗大ごみに申請を出しているやつなので、これは2週間後ぐらいに手放していきます。で、掃除機だったりこの三脚だったりこういった洗濯のやつはまたちょっと綺麗に整えていきたいと思います。そしてこの仕事スペースなんですけど、ここはですね、今上に棚を置いてあります。このカラーボックス置いてあるんですけど、このカラーボックスも2週間後に粗大ごみと一緒に手放していくものなので、今暫定的にここに置いています。で、下がこんな感じでなっています。このミニ掃除機、この彼女の家から持ってきたものなんですけど、この排気口のところからトウモロコシの匂いがフワーってするので、これも粗大ごみに出していきます。で、あとこの本ですね、本もどんどん読まないといけないですね。なのでもうすぐ読んで、頭にインプットした状態でどんどん手放していきたいと思います。まだまだ仕事スペースも改良の余地はあるんですけど、なんか自分の城を築く感じでとても楽しいです。で、こちらがよいしょリビングスペースです。もう環境音が結構響いちゃってると思うんですけど、ここがリビングスペースです。10.7 畳あります。ここにキッチンがあって、ここに彼女の家から持ってきた机だったりテレビだったり、あとテレビ置きっていうのがあります。テレビ台のところはこうなってまして、これ時計があって、ここに iPad が置いてあります。で、下の棚に行くとこうやって共有スペースですね、お金ですね、この中に入っていて、なんかこう買い物するときにこれ使ってます。で、あとこちらも共有のこうリモコンたちだったりハサミだったりペンっていうのが置いてあります。で、あとこれはティッシュが置いてあります。これはですね、またニトリさんで買ってきた扇風機ですね。これも2300円ぐらいだと思います。前の物件から持ってきたものがこういう風にとりあえず配置をしているっていう、そういう段階ですね今は。はい、そしてこちらです、キッチンスペースです。まず最初にこのゴミ箱なんです。ゴミ袋ですね。僕たちはこうやってゴミ袋にとりあえずまとめておいて、出かける時だったり夜寝る前にこの建物の共有ゴミ捨て場に置いていくっていう感じです。なので、まあだいたいゴミ袋1袋ぐらいあればもうこれで OK です。冷蔵庫も今カオスな状態になっているんですけども、はい、こんな感じですね。またこれも綺麗にまとめる方法を考えて綺麗にまとめていきたいと思います。で、これが電子レンジです。で、こちらがキッチン台所部なんですけども、まず上から見ていきましょう。というかやっぱこのライトおしゃれですよね。はい、では置いといて、ここにですねお皿だったり食器っていうのを入れています。はい、こっちは洗剤のものだったり、こっちはタッパー類ですね、はい、置いてあったり、こっちが本気のこうお気に入りの食器が置いてある感じです。こっちは今とりあえず使っているものたちって感じですね。はい、なのでここも十分まだまだ改良の余地はあるかなというふうに思ってます。これが、まあ、手拭きでお皿を拭くやつで、これが台拭きですね。こんな感じで台拭きっていう感じで、意味上も分けてます。これはニトリからまた買ってきたやつなんですけど、ですね、これは、面白いですよ。これ、まな板なんです。この上に野菜を置いて、こうやって切るんですけど、こういうまな板ってすごいおしゃれだなと思ったので、買っていました。ちなみにこれ本物の木です。上はこんな感じでして、下がですね、またここもぶっ込みスペースになってます。こちらに、こちらは調味料がこんな感じで入ってます。で、このオーブンも一回もまだ使ってません。多分今後も使う予定はないと思います。で、ここが、ちょっとごちゃーっと。
はい、で、まあ、こっちもまあ正直こうチャーッとしてるんでちょっと、はい、あのお見せしないですけども、ここはもうブラッシュアップしまくり工場店だらけですね。炊飯器だったりバイタミックスっていうのがここに置いてあります。はい、そう、まあ、こんな感じで、まあ、パッと見はすごく綺麗だと思います。なので夜になるとここで夕飯を作って、ここで夕飯を食べて、食べ終わってお風呂入ったらあそこに布団を敷いて寝るという感じです。ちなみに僕がこの部屋で気に入っているところはやはり照明でして、この上の部分の照明おしゃれですし、やっぱこういうキッチンスペースのこういったところもすごくおしゃれだと思います。気に入ってます。あとはここのスペース、クローゼットスペースがありまして、上の部分にはもうほとんど物は入ってないです。で、こっちですね、右側は、僕の洋服が入っていまして、結構増えましたけども、ちょっとおしゃれな感じにもなっていきたいなというふうに思ってるんで、どんな服と組み合わせたとしてもそれなりに似合うよねっていうような、そういうもので、選んでます。なんでかっていうと、僕前3着しか持ってない時に1ヶ月2ヶ月でもうボロボロになったんですよね。そう、なのでちょっと洋服を長持ちさせたいなという気持ちもあるので、今回はちょっと洋服を増やして、かつおしゃれな感じにできるように洋服をちょっと増やしたっていう感じです。で、こっちの左の方は彼女の洋服スペースなんで、ここはちょっと今回は控えさせていただきます。で、続きまして玄関の方に行きたいと思います。こちらが廊下と玄関スペースです。まあ、もちろんこういったパッと見えるところには何も置いてないんですけど、あのこういった玄関にスリッパぐらいは置いてあるっていう感じですね。なのでこうよく声がやっぱ反響しますね。あのお聞き苦しくてすいませんけども、はい。で、こちらがトイレでして、トイレスペースはスリッパが置いてあるぐらいで、あとは何も置いてないです。で、あとは棚のこちらですね、この棚の部分に生理用品とかトイレットペーパーとかが入ってます。そしてここに行くと、もう一つここにも棚がありまして、でこの棚を開けると、まあ適当に本当にぶっ込んで帰るって感じなんで、はい、ちょっとすいません、ここはお見せできないんですけども、ここはもうぶっ込みスペースになってるって感じですね。もちろんこの現状からブラッシュアップをしていって、不要なものをどんどん手放していって、気持ちいいアイテムだけで囲まれるっていう感じでやっていこうと思います。玄関スペースになってまして、この玄関この段差がないんです。なんか面白いですね、バリアフリーかわかんないですけども、でこんな感じになってます。で、ここのスペースが靴をしまうところなんですけども、彼女の家から持ってきた靴がまあこのように置いてあります。こんな感じで置いてあります。で、僕の靴はこれとこれと、あとこの3足っていう感じですね。はい、これがこんな感じになっていて、靴用のアイテムがこういう感じで入ってまして、ここが面白いんですよ、これ座れるようになってるんです。そう、こんな感じで座ってこう、こう履き替えられるっていう、いやー便利ですね。あんま使ったことないですけど、玄関の右側にこちらが洗面台スペースとお風呂場スペースです。よいしょ、はい、こんな感じです。まあこれ、こちらは前の動画でもお見せしたんですけども、で、ここがお風呂スペースということで、こんな感じです。この部分とこのお風呂場のスペースに関しては前の動画でシェアしているので、そちらで詳しくチェックしてみてください。っていうのと、その動画であのこの部分ですね、このマットじゃなくてなんとか、なんか土のマット、あれを使うとあのいいですよっていう風なコメントがありまして、で僕もいいなと思ったんですけども、まあ、ちょっと2人で話し合って、まあ、今はこれでいいんじゃないかっていうことだったので、まだちょっとそれは買ってないです、はい、まだ下の部分がまだまだブラッシュアップの工場点だらけだったりするんで、またそこも改良したら後々シェアしていこうっていう感じですね。なので今とりあえず本当にこう棚にぶっ込んでいるっていう、とりあえずもう収納しているっていう感じなんですよ。ということで、僕たちがここに引っ越しをしてからの現在のお部屋の感じ、様子は伝わったでしょうか。まあこの段階でも十分僕はやりたいことだったり仕事に集中できていますので、まあこれで別にいいのかなっていうふうに今正直思ってます。はい、でもせっかくこういうおしゃれないい物件に来たので、その中の部分もその隠さずじゃなくて見せる収納とか、あの持ってるアイテムもちょっとずつこうおしゃれにしていったりっていうことをやりたいんですけども、ただいきなりではなくて、やっぱ徐々に
彼女とこう話し合いながら楽しんでブラッシュアップ、この部屋もブラッシュアップしていけばいいかなというふうに思ってます。なのでこのチャンネル見てもらっている人からすると、まだショッピングさんでなんかとりあえずぶっ込んでるだけだなっていうのが続くと思いますけども、僕はこうやりたいことだったり仕事に集中できてますし、どこに何があるのかっていうのは全部把握している状態で、全部のアイテム使っている、現在進行形で使っているアイテムなので、まあこれでいいかなっていうふうに思ってます。あとはこの視聴者の方からこういうことするといいですよっていうアドバイスがもらったりするので、それをこう彼女と話しながら、じゃあこれこうしてこうとかっていうのはちょっとずつやっていこうと思ってます。なのでとりあえず現在のお部屋っていうのを紹介させてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。なんで綺麗なお部屋にするのか、なんで快適なお部屋にするのかっていうと、帰りたくなるお部屋にしたいからっていうのがまず一つですね。世界中の中で一番この部屋が居心地がいいんだっていう風に、まあそういう環境を作りをしていくことで、ここで仕事もすごいはかどると思いますし、やりたいことだったり好きなことを楽しくできるかなというふうに思いますし、なのでその過程もこのチャンネルで楽しんでいただければなというふうに思ってます。でも最終的にはやりたいことだったり好きなことにフォーカスをして、そこで結果を出してどんどん身軽になっていった人たちと世界中でオフ会したいっていうところがゴールなので、それに向かってこれからも頑張っていきますということで、まあ今回見ていただいて本当にありがとうございました。これからも見ていただければ本当に嬉しく思うんで、はい、これからもよろしくお願いします。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。引っ越しをする中で、あ、これシェアしたいなって思うアイテムも出てきましたし、読んでいる本の中で、あ、これシェアしたいなっていう本も出てきたので、結構これからもどんどんシェアしていきたいのはネタがいっぱいあるんですよね。あとこういったパキラちゃんというか植物系をこの部屋にもうちょっと増やしたりとか、いろいろやりたいこともあります。なんですけど、おかげさまで他のことが結構忙しくいろいろさせてもらえるようになったので、動画の構成というか内容というかどんどん変化していかないといけないなというふうに思っている今日この頃です。まあでもやっぱこう楽しみにしてくれている人がいるっていうのが本当に僕の励みになっているので、これからも頑張ります。